本来使うべき、読むべき、消費すべきものが溜まって溜まって困ってるという人が、これあの呼ぶかなと思ったんで、ケンケンさん40代男性、岡田先生に質問があります。はいどうぞ。私も先生と同じく本を読むことが大好きで、次々と読みたい本が出てきます。その通りですね、はい。しかし読むスピードより買うスピードの方が勝ってしまい、積んどく状態になってしまっております。私はいつも手元に置いておき、好きな時に読める安心感、絶版になって手に入れ損ねたら嫌だ、後悔をしたくない、あとは面白そう、すぐ読みたいなどの気持ちが勝って購入するのですが、知人からはお金の無駄遣い、場所の無駄遣い、もったいないなどと言われてしまいます。岡田先生は積ん読、つまり本をこう買っちゃった本を積んで読んでない状態についてどのようにお考えでしょうか。岡田先生の考える積ん読のメリットメリットね、デメリット、または積ん読状態にしないための読書術など、ご意見をお聞かせいただければ幸いですと。いやもう積ん読にしないためにはもう貧乏になるか家族に反対されるかしかないんですよ、もう本当に事実的にね。で僕も今日アマゾンで3冊ぐらいポチってるんですよ。で多分ね毎日最低3冊ぐらいポチってると思うんですよね。だからもうしょうがないで、 Kindle で買うという方法もあるんですけど、 Kindle で買うとね、自分がどんな本を持ってるか覚えてられないんですよ。俺多分ね Kindle にね何千冊か入ってるんですけどもですね恐ろしいですよね。多分それって一覧で見る方法とかって特にないからですね、もう自分が何を持ってるかからこれ面白いかなと思って Amazon で Kindle で見たら、あなたは2016年何月にこの本を買ってますっていう風に出てくるんでですね、もう果てしなくですね、もうしょうがないですよね。だから僕も積んどく状態ですよ。毎日毎日本を読む時間を取って本を読んでるんですけど、それでもですね、まあ、1日3冊も買ったら積んどくになりますよね。1日3冊というのはね最低3冊なんですよね。だからもう時短読書しかないですよ。いわゆる映画を倍速で見る人たちですよ。僕は読書を10倍速100倍速でする人たちですよ。毎日ね、僕はほら本を読む時間作ってるって言うじゃないですか。だからそれ逆に言えば毎日30分とか1時間しか本を読む時間は作らないというふうに決めててですね、その時間内で読むか読まないかを決めてるんですけども、読むか読まないかというかですね、僕のその時のメモですね、毎日作ってるメモをちょっと一部紹介します。ホスト狂いという本があって、これ面白かったです。面白かったので単行本で買った後、あバラバラというのはこれ面白いなと思ったので、常に読むために Kindle 版もわざわざ買いました。単行本を買った後、それの上で最後まで読めました。面白かったです。でもほとんど電車に乗ってる時、トイレに行く時とかですね、ラーメン屋で行列で並んでる時とか、そういう時にだけ読んでました。ルポ、誰が国語力を殺すのか、これ10分の1ぐらい読みました。ひょっとしたら15分の1ぐらいですね。作者に対する反論が出てきまして、子供っていうのは読解力不足だというふうに出てくるんですけども、そうじゃなくて過剰な物語世界に慣れている上にミスリードされているだけだと思うというふうに僕はメモ しています。どういうふうなことかというと、なんかの昔話の話が出てきて、その昔話で、あ、なんかゴンギツネかな、なんかで、おばあさんが死んで、そのおじいさんに対して、いたずらしてたのをゴンギツネは反省するんですよ。ゴンギツネがその様子を見てると、おばあさんの葬式なんだけども、鍋で何かを炊いているって書いてるんですね。で鍋で何かを炊いているのに対して子供たちの自由にディスカッションさせたら、あれはおばあさんを炊いているんだっていう、なんかそういう回答が続出していると。これは子どもたちの読解力が落ちている証拠だって書いてるんですけど、違うんですよ。子どもたちは面白いイコール刺激が強い過激な物語世界に慣れてるがゆえに、鍋で何かを煮ているって書いたら、もうそれで、あ、これホラーなんだ、面白い話なんだ、過激な話なんだというようなことで、おばあさんを煮ていると一番面白い先読みをしてしまって、それを子どもたちがグループディスカッションしたら、多分そんな話なんじゃないかなというふうになっちゃうだけなんですね。だから読解力不足ではなくて、過剰な過激な物語世界に慣れて先読み展開がものすごい巧みになっている、その子どもたちの実情に作者がついていってないだけだと思うんですけども、ただこの本の後半に書いている私立の学校ですか、中高一貫で教えている女子校の話でですね、
1年間1冊の本だけを読ますっていうのがあったんです。でそれでアンネの日記を読ますっていうのがあったんですけど、アンネの日記っていうのは中学2年生とか3年生の女子校ですから、女の子だけが1年間かけて最初から最後まで全員その熟読するとこんなに面白いのかっていうのがあってですね、ちょっとそれ感動しました。誰が国力を殺すのかっていうのを僕は10分の1か15分の1ぐらいしか読んでないんですけど、これぐらい面白かったです。朝日新聞政治部というですね、あの本ですね、これは熟読決定して Kindle も買ったんですけど、まだ全然読んでません。100分の1ぐらいしか読んでないです。ただもう前書き部分の、朝日新聞で元政治部だった記者の人がもう引退してですね、で何かの事件があってそれに対して正義の怒りみたいなのを燃やしたんですね。でそしたらですね、奥さんにめちゃくちゃ怒られたと。でそれがあなたはなんでこんなことで泣いてるの、あなたには泣く権利なんかないわって。朝日新聞の政治部の記者っていうのは傲慢で傲慢で自分は社会より偉いと思っている、そんな人間なのよあなたはっていうふうに奥さんに大説教されるシーンがあるんですけど、もうそれだけでめちゃくちゃ面白かったんですよ。でなのでいずれ読もうと思ってそこの部分だけ読んで積読しています。積読でもね、こんぐらいでも十分面白いじゃないですか。面白いというか、僕は別にそれでもうその話終わっちゃってもいいと思ってるんですね。つまり積読っていうのは何かっていうと、喫茶店で隣の人の話を聞いて面白そうって思うみたいなもんで、そっから先自分の妄想でも構わないと思うんですよ。買った本でちょっとしか読んでなくて、そっから先あこんな話なんか面白そう、いつか読もうと思うので構わないと。本を買うっていうのはそういう権利を得るための行為であって、本っていうのは最後まで読んでも面白いんですけども、ちょっとだけ読んでいつか読もうというワクワク感を買っていると。これは宝くじを買う人の理屈に似てるんですけども、宝くじではなくて 1000% リターンがあることだから僕はいいと思ってるんですけども。あとスヌーピーの父チャールズ・シュルツデンっていう本を読んで、これも100分の1ぐらいしか読んでないんですよ。なんでかというと分厚い本で2段組で活字がぎっしりなんですよ。ただチャールズ・M・シュルツっていうですね、スヌーピーの作者っていうのはちょっと面白いおじさんだなと思って、まず漫画チャールズ・M・シュルツっていうのを買ったんですね。そしたら全然面白くない人ということが分かって、こんなに平凡で面白くないやつがいるのかです、こんなに平凡で面白くないやつがあんな面白い漫画描いたのかと思って電気読んだらですね、もうあまりにも分厚くて長いんで、誰かこのダイジェスト書いてくれないかなと。早いこと AI はですね、そのダイジェストでですね、俺が面白そうな部分だけ教えてくれるアシスト、読書アシスト AI が出てこないのかと、そっちの方の妄想に行きました。あと物語の家っていうですね、これは絵本買ったんですけども、まあパラパラっと見ました。でアニメとか映画に出てくるですね、家の話、間取りとかそういうの話かと思ったら、その作者が妄想した、妄想というかですね、まあ、空想ですよね、いろんな設定も考えてくれてるんですけども、そんな本だったから結構がっかりしてですね、これはなんか俺が読む本じゃねえなということでですね、本棚のですね一番隅の方にしまったやつですね。でそのうち吉祥寺のですね、読みたやっていう、吉祥寺に読みたやという古本屋があるんですけど、僕が本を売るときは大体その本屋なのですね、僕が買ってた本で話しててですね、読みたいな、でもなそれ高そうだなと思ってる人はですね、吉祥寺の読みたいに貼ってると、いずれ多分この物語の家もあそこに行くと、嫁入りすると思いますんでですね、こんな感じですね。だから積読っていうのは別にそんな悪くないとは思うんですけどね。先週のですね、読書会についてのですね、コメントです。読書会というかですね、なんだろうな、積読の本が増えていってどうしてるんでしょうか、和田さんは全部本読んでるんですか、覚えてるんですかというのに対して答えて、僕はいやもう結構積んどくだよって話したんですけどもですね、それに対するコメントですね、駒澤さんですね、改めて自分にとっての本とは何かと考えさせられました。私にとっては本は塵紙みたいなものです。現実の不快を拭って忘れるために読書に没頭し、その日の嫌な記憶をくるんで捨てて寝るための道具。今は動画が本の代わりになって年間の読む冊数が激減しています。本にしても動画にしてもその時をしのぐためのものなので、記憶しよう、血肉にしようというモチベが低いです。ああ面白かったに出会えたらラッキー、見返したいものに出会えたら超ラッキーくらいに思っています。ああ塵紙とかティッシュペーパーっていうのは面白いですよね。本にしても動画にしてもその場をしのぐためのもの、その日の嫌な記憶をくるんで捨ててるため、寝るための道具って、ここまでね割り切れたら
逆に読書って楽しいですよね。そのために読んでるんだけども、それがこうどんどん面白くて長くなっていくっていうところは、ある種マスターベーションにも似てるとも言えますし、楽しい生き方だと思いますよ。積読で苦しんでる人って、実はそういう本の読み方できないですね。こんなに値打ちがあるものを、自分の記憶力、判断力、読書力と言ってもいいのかな、そんなもので無駄遣いしていいものかどうかっていうですね、なんかめちゃくちゃ高くて複雑なプラモデルを積み上げてる人に似てるような、めちゃくちゃですね複雑でですね、作るのが難しい手芸とかですね、ドールハウスの道具に囲まれてパニックになってるような状態なんじゃないかなと思います。女の人でですね、手芸とかドールハウスやってる人で、なんかこうやってないものを山ほど積み上げてっていう人ってあんまり見たことないのでですね、ひょっとしたらこの男特有のもんかもわかんないですね。このいや、なんか積み上げていって困るっていうのは、多分その積み上げること自体は、例えば手芸やってる人だったら毛糸がいっぱい道具があるとかですね、それぐらいあると思うんですけども、その結果困り果ててるっていうのは割と男性しか聞いたことないんですけども、女性でもですね、本とかですね、そういうコレクターグッズじゃないですね、本来使うべき、読むべき、消費すべきものが溜まって溜まって困ってるという人が、これ男性特有かなと思ったんで、もし女性の方いらっしゃったらですね、コメント欄にぜひ書き込んでください。それについてのですね、僕の考えを改めようと思います。よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。